この動画では、投資用語、FX 用語のオーバーシュートとは何かということについてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、まああの、小ネタというか、えー、まあすぐ説明は終わってしまうんですけども、オーバーシュートとは、えー、相場が適正水準を超えて大きく下落や上昇することということで、えー、まあちょっと、あのー、もうちょっと噛み砕いてというか、わかりやすく言いますと、 行き過ぎる状態です、ねえー、まあ適正水準というのは何かというのが難しいところなんですけども、まあ、例えば、えー、そうですね、まあ、サポートラインとかレジスタンスラインとか、えーまあ、過去の、えー、高値や安値、えー、そして、えー、直近、えー、最近の、えー、高値や安値などを超えて大きく下落やもしくは上昇、まあ、突き抜けるような状態ですね。 そういうことがあの結構、えー、急激な上昇急激な下落状態では起こり得ます。はい、でですね、まああの、相場の格言でもね、えー、もうはまだなりまだはもうなりということで、えーまあ、そろそろ買ってもいいんじゃないかとかそろそろ売りを入れてもいいんじゃないかと思ってもそこからまだまだ下がったりまだまだ上がったりすることがあります。えーまあえー、と私が始めたからの例で言いますと、 えー、サ,サブプライムローン問題とかリーマンショックとかそのあたりなんですけども、まあ、その当時ですね米、えー、ドル円が90円台に入って、えーまあ、90円を割るか割らないかで、えー、投資仲間というかお友達とそういう議論をしていたことがありますでですね結果としてはもう90円なんかあっさり割り込み、まあ、あっさりでもなかったんですけども割り込み、まあ、その後ね、えー、70円台まで突入しましたはいなので、えー、こう 自分の中でこの辺があの適正だと思っていてもそこは突き抜けるということを、まあ、知っておいていただきたいです。はい、でですね、まあ、あの言いたいことはこれなんですね。えー、寝ごろ感、割安感での突っ込みが維持は逆差し値を必ず設定しましょう。でね、これ以上下がらないとか、これ以上上がらないという思い込みは非常に危険,で危険なので、えー、逆差し値をしっかり設定してください。はい、底や天井を読み当てるのはプロでも難しいので、えー、まあ、 この逆差し値というのをしっかり設定してください。ということでね、えー、今回は投資用語についてお話し,しましたけども、これ以外にも FX バイオーオプション、システムトレード、そして週末には来週の展望などなど、いろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、えー、こちらの検索キーワードで検索してみてください。ということで、えー、今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。